皆様こんにちは、ウィルソン道場です。また今日は新しいラケットを皆様にご紹介したいと思います。今回のキーワードはこちらにもありますが、ウィルソンの革命回転編という形になります。もうなんとなく革命というと分かっていただけるかと思いますが、クラッシュでございます。今年のですね、2月に発売させていただきましたこちらのクラッシュ、大変好評いただけています。まあ、今一度どういうラケットだったのかというご説明をしたいと思うんですが、ウィルソンの方で、全世界的にいろんなアンケートを取りました。ユーザーの方は柔らかいフィーリングかつコントロールできる、まあ、パワーもあると、この相反する要素を持ったラケットを実は求めておられるということが分かりましたので、我々このクラッシュという商品を発売させていただきました。柔らかいのにブレない、ブレないのにしなる、しなるのに硬く安定性のあるコントロールできるラケットを求められているということが分かりました。で、このクラッシュという商品が生まれたんですが、その商品名こそが相反するものをぶつけ合うという意味になります。それを可能にしていますのが、フリーフレックスパワードバイカーボンマッピングというカーボンの編み方ですね。これをウィルソン独自に生み出しました。これによってウィルソンはフレックスを自在に操れるようになります。そして安定性能を司るというところでは、ステーブルスマートというこの形状ですね、フレーム形状によって安定性能を高めるということが可能になりました。まあ、何度も見ていただいているんですが、この表ですね、上に行けば行くほどしなる、左に行けば行くほどブレるラケットになってくるので、左上にジャック・クレーマーというウッドのラケットがあります。そして右下には弊社のウルトラという商品、まあ、黄金スペック級のラケットがあります。こちらのクラッシュは、ここに位置付けになってまして、なんとウッドラケット以上にしなり、そしてウルトラ級の面安定性を誇るラケットができました。なのでとてもしなるのにコントロールできるパワーもある革命ラケットとして皆様に受け入れられたのではないかなというふうに考えています。このウィルソンの革命ラケットにニューモデルが追加になります。じゃあ次はどんな機能を搭載すればいいのというところで、モニターキャンペーン、またシェアザ体験キャンペーンということで、ユーザーの方のご意見を、大切に我々受け止めさせていただきました。そうしたところ、このクラッシュに求められるのは、一つ目がもっと回転がかけやすくならないか、二つ目がもっと操作性高くならないかということで、我々二つの製品を今回ご用意させていただきました。まあ、スピンをかけるということになってきますので、先ほど申し上げましたように回転編ということになってまいるんですが、このクラッシュがスピンエフェクトテクノロジーと融合することになります。まあ、スピンエフェクトテクノロジーとは何ぞやということになるんですけれども、今いろんなメーカーさん、いろんな回転理論というものを提唱されています。まあ、例えば食いつきがいいから、スイング速度が速くなるから、いろんな理論あると思うんですけれども、回転というものはこちらの映像を見ていただきたいんですが、ボールとラケットが当たった時にストリングスがギターの弦のようにずれて元に戻るという動きをします。これがあって初めて回転というのがかかるんですね。であれば、このずれるのをもっと大きくずらして早く戻ればもっと回転かかるんじゃないかなということの理論で、我々はストリングスパターンをいろんなものを試しました。そうすると結果的に縦大なり横、今世の中にあるラケットは必ず縦糸よりも横糸の方が多いです。もしくは同数のものしか存在しえないんですけども、我々は縦糸大なり横糸というパターンを開発しました。ここに特許も取っているということになるんですけども、こうすることによってボールが当たった時のズレ、そして戻りというのが非常に速くなる、大きくずれて速く戻るということになるんですね。このスピンラケット、 S ラケット我々呼ぶんですけども、メリットが4つあります。4S メリットと呼ぶんですが、1つ目は順回転、スピンがたくさんかかる。2つ目は、スライス、逆回転もたくさんかかります。そして目が粗くなりますから、ダンピングが大きくなりますので、たわみが大きくなりますので、柔らかく感じることができる。そして何よりも、打っても打ってもボールに回転がかかりますので、よりセーフティー、安心して打っていけるということになります。で、今回このクラッシュにそのスピンエフェクトテクノロジーが搭載することによって、より安心して打っていただけるラケットに仕上がっているかと思います。1本目ご紹介したいのがクラッシュ 100S というモデルでございまして、今一番売れていると言っても過言でもないかもしれません。クラッシュ100の全く同じ形状、ウェイトバランスに S だけパターンを採用しております。
18×16 横糸が少なくなってくるのでスピン量がたくさんかかるというラケットになるんですね。こちらが1本目、日本限定での発売となります。2つ目のラケットは、回転編ではないんですけれども、より操作性というところで軽量バージョンになります。クラッシュ 100UL ウルトラライトの略になってくるんですが、重さが 265g になってまいりますので、ジュニアの方もそうですし、ボレーなんかでの取り回しも非常に扱いやすいラケットかなというところになります。発売は12月の初旬を予定しておりまして、価格はすべて3万2000円ということになります。ぜひですね、この言葉、ウィルソンの革命改訂編とともに覚えていただきまして、店頭でチェック、また予約を、ラフィノさんの方ですね、入れていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、新しい改訂編のご説明でございました。ありがとうございました。